さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。オクトパストラベラー2やりましょうか。さてね、今からやるべきことは、何をするのかって難しいとこなんだけど。あ、これだ、最終章。ここですね。8人を旅立つってわけなんだけど、なんかね、この、世界が夜しか来なくなったんですよね。朝が来なくなってしまった世界で。ね、時間の変更もできなくなってしまったわけなんだけど、でもこの状況だったらソロでパーティーに入れづらくなったなぁ。盗めないから、パッチ変えようかな。ね、今から、各地巡って、歩いて各地巡って異変が起きる原因を探さなきゃいけないんだけど、まあ、とりあえず今行きたいところが一個あって、それがね、なんだかチーチャか忘れたけど、あそこの、大聖堂みたいなとこ。テメノスのストーリーの第一章だったとこだよね。そこに行こうかなと思います。テメノス入れとくか、アージャーパーティーに。ねせっかくだし。テメノスくん。アグネアがおねだりしたいとこだし、レベル上げたいからアグネア入れるとして、じゃあ、パルテティを入れとくかな、レベル低いけど。ね、なんで、これでいこうかなと思います。オズバルトは俺のお気に入りなんで、ね、入れときましょう。行きたい場所が、そうそう、この大聖堂ですね。フレームチャーチだ、フレームチャーチ。さあ、フレームチャーチ行ってみましょうか。多分ね、なんだろう、8人の、職業の像があったとこなんだけど、なんか雰囲気おかしいな、ここ。雰囲気おかしいな。正解臭いぞ、ここ。静かだな。不気味なグレー。大丈夫かな、これ。聖火教の。でも、人間の匂いはするよ。ね、大聖堂があるとこなんだけど。待って待って。みんな、なんかを怖がって隠れてるみたいだけど。家にいるのか、みんな。テメノスのここをね。誰か来る。初期村だからね。誰だ？ん？あ、なんだっけ、ミントさんだっけ？確か、聖火教の。ミントさん？おお、テメノスのね、マブダチです。マブダチではないか。あら、テメノスさん。こんなところで、お散歩かしら。すげえ、おい、なんか、お前、どうした？あなたは、どこへでも首を突っ込んじゃうんだから。え、ミントさん？テメノス、知り合い？様子おかしくないか？この人。ええ。ですが、何やら様子がおかしい。ねえ。どこ行くの？帰ってきた。聖火教のね、司祭さんでしたっけ？うん、追っかけてきました。あなた、一つ見落としていたわよ。何を？ニワトリいるね、そこに。ミントさんの後ろに。影は常に、何時の傍らに。え？怖い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 。ミントさん？あなたは、何者だ？いや、本当だよ。誰で？あんた。これは審問です。答えないのなら戦うか。人を動かすために武器を使うのは愚かだわ。力で抑圧された人間は抗うことばかりを考える。じゃあどうする？言葉で攻めるか。そういうわけじゃない。人を動かしたいのなら心を服従させなきゃ。心を服従？耳を澄ますのよ。心の影に。何なんだこの人は。心の影。人はいつも求めてる心の拠り所を。まあそれが宗教やな。確かに。与えさえすればそれなしでは生きられなくなる。そして心は服従するわ。その確かにな。一つのことに執着させたらってところはわかるけど、言いたいこと。心を服従。何なんだ？ミントさん。どうしたの？人間って愚かよね。人間は愚か。何百年経っても変わらない。何歳ですか？言うね。何百年も生きてるみたいに。ねえ。なんか思い出すね、ソローネのパパを。
笑い方が怖いんだよ、ウィントさん。静かなる黄昏に身を任せるな。やがて夜来たる？おい。光は消えゆく。そうか。やがて夜迫る。あ、迫るだった。いつも間違える。月影教の教え。あんたまさか？まさか。ミントさん？知りたがりさんに真実を教えてあげる。私の本当の名はアルカネット。アルカネット、ミントさんじゃないの？カル族を虐殺させた。え？月影教の先導者よ。お前かよ先導者！おい。全ては炎を奪うため。ありえない。黒幕が出てきたけどいきなり。虐殺は数十年前だ。月影教の発足はもっと古い。いや何歳やっぱり。うん、パパがいたもんな。パパ同族いるみたいだよ。若い面した老人って。カルディナのおかげで夜の書は集まった。おいカルディナ何しとんのあいつ。あの子手のひらでひらひら踊ってくれたの。かわいいね。じゃねえんだよ。旧敵の手のひらだ。カルディナあなたの正体を知った。そういうこと？私に伝えようとし消された。アルカネット、ミントさんのことを知ったんだ。どうにかして。驚くかと思ったのに、つまらないわ。テメノスさん、いつもそう。何を考えてるかわからない。だけどもういいわ。え？この世は終わるは夜しか来てないもんな。やばいよね、なんか雰囲気。戦うぜ。昔夜来たんだ。それってあれかな、8人のやつかな、旅人。あなたは罪なき人々の明日を奪った。あら、そう。感謝してほしいくらいよ。だったこいつは許さん。この世は醜く暗い。享受する価値なんてない。わからないの、ロイ教皇イエルク。ロイ教皇イエルク、クリック君。クリック、おい、かつての仲間っていうか同志たち。彼らは知ったはずよ、明日が来ない素晴らしさ。死んだ者たちを侮辱するな、こいつら。許さねえ。やめろ。テメノス怒っちゃった。その汚い口で彼らの名を呼ぶな。アルカネットとやら断罪してやる。行くぞ。そして彼らの望んだものを取り戻す。待って、月影教こいつアルカネットがラスボスだと思ったけど違うのかな。こんなすぐ出てきて。本当のテメノスさんが見れた。さて勝負と行こうか。足がちぎれるまで。なんだこの見た目。行くぜ。すげえな。さあとりあえずやっつけましょうか。頑張って。はい、まあ、とりあえずオズバルト先生に頼んだぜ。エネルギー注入。夜を招く。なんか出てきたの友達が。さあとりあえずね、赤学王アレさん、よろしく。はい、じゃあとりあえず風呼びしとこうかな。ここはカモンベベイ。いいでしょう。さあオーズバルトじゃなくて、でテメちゃん。テメちゃん何する。テメちゃんやることないわぶっちゃけ。超過回復の祈り、神聖魔法、超過回復を死んだら困るオズバルトに入れとこ。おい、こっからだ。
さて、とりあえず BP をひたすらお恵みし続けよう。ウェイ、オズバルト。さあ、オズバルト出番ですよ。行きましょう。極大究極魔法行きましょう。全部くらえ。3発いきます。はい、ドーンドーンドーン。よし、いい感じだね。さあ次、まあ、弱点多分だけど普通に光だと思うんだよね。聖なる光ね、光明魔法の方がいいか。あり、夜の樹木過去あり。光も弱点です。やっぱ弱点だね。まあとりあえず風呼びをもうちょっとしときゃいいかな、ここで。カモン、逃げ。おい、回復すな。やがて夜迫る。おい、怖い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 。いや、まずい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 。傭兵呼びやっつけるか、獣人で。ね、ここは金使っていこう。仕事だぜ。おら、大ダメージだ、おら。よし、やべ、オズバルト先生困ったな、これ。何が弱点？雷弱点か。いや、もったいないけど、撃っとくか、ここで。ねえ、いや、撃っとこう、ここは。でででん、よし、とりあえずブレイク。夜は迫らせない、大丈夫です。さて、これで次、踊り子行きましょう。クジャクの舞踊ってきましょう。オズバルト、オズバルト、これでアップさせといて、で一応やっとくか、ロッキー両断。ほい、おお、弱点判明。攻撃力低すぎる、やばいな、これ。さあ、これで大事だね、ここ。さて、風呼びをやっても結局前には出てこないか。ってことは何するか。クジャクの前、お肌けねえ、踊り子の技でも新刊の技で、あー、これいいな。全部一旦ダメージ軽減入れとこうか。全員シキルド、よし、最強の盾入れといて。さあ、まあこれ弱点これだろうと考えて、光だろ。いや、光じゃない、弱点。こっからだ。さあ、これ BP パサーオズバルト渡しましょう。先生、お願いします。底力いったれ。でんでんでん、よし、999999連続。夜を招く、また来た、友達。お、友達呼ぶな。友達ずるいだろう、それ。さあ、オズバルド先生、いいね。究極魔法いってきましょうか、また。はい、でんでんでん、強い。さあ、オズバルドのパワーでなんとかなってるけど、ちょっと足りんぞ、これ。どうしようかな。向こうが攻撃してこないから全然たまらないんだよね、俺のやつが。よし、とりあえずコミ魔法やっつけましょう。でーい、雑魚退治。夜の復讐力、何それ。ぶっちゃけとこ弱いぞ、これ。勝てるぞ、普通に。月影11、強くね、俺たち。さあ、オズバルド先生やることないです。属性の乱れしとこ。氷も弱点なん、弱点多くね、この子。これ勝ちましたね。クジャクの前にしときましょう、オズバルト先生に。よし、で、これをエネルギー注入、オズバルト先生。アタッカーオズバルトだから。いいでしょう。で、一応、ブレイクとくか、ここで。意味のない6キロラン。ほらほら、11! マジで弱いけど、テメドスの火力。ねえ、どうやってんの？ガチで弱いな。魔法使っといた方が一発の方がダメージが高いわ。じゃ、 BP パサー、 BP パサーしなくていいか、今回は。今回は火星もする必要ないもんな。盗む、盗めそう。 50% 盗め、盗んだ、ナイス。私の番。さあ、能力も上がってるし、もう言うことなし。アグニアどうする、とりあえず。ねえ、摩訶不思議色、困ったら。やったー、突風が吹き荒れた。おい、俺たちがダメージ受けた。底力回復。おい、突風、あ、アグネア死んだけど。
誰だよ、アグネアもやったのは俺だ。いや俺か、アグネア自分自身だ。あれは夜を招く、また来た、夜とも来た、夜とも、夜ともだるいな。これもういいや、これ撃っちゃうか、もう一回究極魔法でででん、いい感じ。神罰よ、いや強すぎる、まずいですね。ちょっと待って、まずいですねじゃねえ、やばいですねや、それおい、神罰は強いなマジで。いやでも大丈夫、今ので今のでいける、なんとか勝てる。どうしようかな、これこれは、いやどうしようマジで。お金1万5000円使うべきかどうか悩む。1万5000円使って確実に勝つかねえ。いやそんな、一回これ使ってみたいから使ってみよう、どうぞ。おー、ちょっと回復した、マジちょっとしか回復しねえ。いくぜ究極魔法、落ちろ、これがカイナ、ドゥドゥドゥ、なえられた。あ、あピンチです。あ、復活した、よかった。これまずいんですね、風呼びの歌。ちょっと一旦風呼びますね、これ2000、欲しいぞ。いやこれ普通にちょっとやばいか、ちょっと待ってよ。SP、 おー、残りの SP 全体分をばらまくじゃん、すごいなこれは。 DP パサー上げて大丈夫かこれ。いやいける、俺はいける。じゃアグネアと回復、ここさすがに回復、よしテミノスも回復ね。ここは次、いやこれちょっと単体だけど打っとくわ。9999取るわ、これがって、いや耐えるの、まだ耐えるの、嘘やろ、バケモンやないかそれは。耐えるナイス。ちょっと待って待って待って、これまずい、待って普通にまずいよこれ。いやまあまあこれは絶対次ね、あのブレイク取れるからいいんだけど、強えなこいつマジで。とりあえずクジャクの前しよっかじゃん。待っていて、究極魔法よ、これがで、やったやつけた。悪くないや、おミントさん、アルカネット強えぞマジで、ビビったわ。摩訶不思議の前は やめた方がいいです皆さん、おすすめです。ここまでなの、お前の負けだ。欲しいの、いや明日待ち遠しいだろ毎日。消しておくべきは教皇じゃなくあなただったわね。異端審問官であるテミノス、負けん。テミノスさん、テミノスさん怖いわこの人。あなたね、クロードが仕立てた器って、器？何それ。ああ、それクロードして、あ、ソロネのことか。見えるわ。なんだよお前。あなたのその細い首に首輪が見える。クロードのやつ？首輪。まだ見えるの首輪？ないはずやけど首輪なんて。ねえ。あなたは逃れられないわ。やめろそんなこと言うの。私を倒してもまだ終わりじゃない。あ、まだ終わらんのこれで。月影教の先導者なのに。もうすぐそこ。やめろ、怖いだろ。やがて夜迫る。もう夜来てんねん。迫るところが来とんねん夜。あお、アルカネット。さようならミントさん。もう。おせっかいをされることもありませんね。そう、おせっかい焼きで絶対テミノスとくっつくと思ってたのに俺。なんだよそんなキャラ変すんなよ。消えてった、怖。なんやの人、死体も残らん。夜なら
もう来てるはずだけど。いやそうだよな、そうだよ、俺も同じこと思ったわ。もう来てるはずなのにまだ迫る、まだ来るの。夜が闇、夜とは概念で時間のこの夜って感じではないのかな。もうやだ俺、誰もいねえけど、聖火教のとこにも。火消えたとこちょっと見に行くか、せっかくだし。ね、行けるんかな。は？危険度レベル 51？ フレームチャーチ、巡礼路。なんか、アホほど敵強くなってるけど大丈夫これ。適正レベル達してないけど、大体。え？雑魚敵がマジで強いってことなのかな、これ。出てこんけど。で、出てこんかったけど、よかったよかった。はい、というわけで、大聖堂前やってきました。いや、なんだこれ、ほんと。なんか落ちてんな。火消えてんだよな。聖火が消えている。何か使えるものはないだろうか。これ？タンジーの手記。この話、お前が書いたの？私は、オドネルの持っている冊子を乱暴に奪った。彼は私のバカ力に少しひるんだ。それは私がこそりしたためだ。隠したはずの脚本。よりによってなんで彼に見つかるのだ。オドネルは幼なじみの役者で、それなりに活躍し始めている。私も小さい頃は舞台に憧れたけど、結局両親が営むろうそく屋を手伝っていた。それでも物語を書くことはやめず、自分だけの秘密を楽しみにしておいた。おー、誰にも見せなかったのも才能ないのを自覚したくないからだ。あー、バキッとバカにされる。わかってる。くだらない本だって。私は恥ずかしさに目をぎゅっとつむった。俺に演じさせてくれないか。意外な言葉に私は変な声を漏らした。誰にも見せないなんてもったいない。今度の舞踏記の宴で披露しよう。戸惑いよりも誰かに認められた嬉しさでいっぱいだった。彼の提案に私は首を縦に振っていた。絶対にいい舞台にする。そうだ、音楽もつけよう。言い出しっぺのオドネルよりも私の方が張り切ってた。愛しているよメアリー。胸がドクンと脈打ち、ハープを奏でる手を止めてしまった。どうしたの？と私の顔を覗き込む。オドネルの真剣な顔に私の背中に芋虫をくっつけて笑ってた、あの悪ガキの面影はない。子供の頃お前そんなやつやったんか。分かってる。今の私が書いたセリフだ。彼の言葉ではない。舞踏技の宴まで半月を切る頃には彼の演技はほとんど完成していた。彼は本業も忙しいはずなのに、いつ練習するのやら。一方の私はいい結果が結末が思いつかず、夜遅くまで机に張り付いていた。見かねた彼は私を机から引き剥がし、寝静まった町へ連れ出した。今なら神様を独り占めできると夜の教会へ忍び込んだ。成果の導きは分からないけど、不思議といいアイデアが浮かんできた。一心不乱にペンを走らせる私を彼は静かに見守っていてくれた。私がペンを置く頃には空が白んできていた。書き上げた本を読む彼の横顔は今までにないほど真剣で胸が高鳴った。緊張してるからじゃない、この気持ちは。おい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 、本読み終えると彼は優しく微笑んだ。俺と結婚してくれないか。私はまた変な声を漏らした。そんなセリフ書いたっけ。いや違う、これはオドネルの言葉だ。彼の提案はいつも私に幸せをにしてくれる。なんか幼馴染が結婚したんか、これいいね。で、一緒に書き上げた脚本にオドネルの優しい笑顔。この幸せが明日も明後日もずっと続きますように。何この幸せ日記ねえ、長いな結構。神官たちが棺を運んできた。そこからすすり泣く声が聞こえる。私は彼が好きだった黄色い花とあの脚本を手向けた。違う、こんな結末を書いた覚えはない。急になんか転落したな。脚本完成した翌日、目覚めると隣にいるオドネルは冷たくなっていた。ねえ、駆けつけた薬師が言うには心臓の病だったらしい。無理がたたったんだろうと。ね、どうして近くにいたのに気づかなかったんだ。私が殺した。私が彼に無理させたからだ。私のせいだ、私のせいだ、私のせいだ、私のせいだ。かなりきついなこれ。罪悪感に種枯れた私は何も考えずいつも通り過ごそうとしたけれど、そこここにあるオドネルとの思い出に気づくたび砕けてしまうほど歯を噛みしめた。ある日気づくと教会に足を運んでいたオドネルの愛を誓った場所。ひどい神官が私を出迎えた。悲しみは積もりゆくものです。吐き出さなければあなたは潰れてしまいます。どうか我慢なさないでくださいって。彼女の温かさにこらえていたものが一気に溢れ出した。彼女はただ優しく相槌を打った。そして私を優しく抱きしめた。悲しみや罪悪感は彼女のぬくもりにきれいに溶かされていった。これがミントさんかな、誰なんだろう。そしていつしかオドネルの思いも溶けてなくなり、私の頭は彼女で満たされた。ある日、彼女が他の女と親しくしているのを見かけた。彼女が私から離れてしまう。なんとしても彼女をつなぎ止めなければ。あなたの願いを叶えさせて。そう言うと彼女は私優しく微笑み、世界のどこかにある青い炎を探してほしい。聖火ですね。
それがすぐ旅に出た。泣いて引き止める両親の手を振り払って、でも町からほとんど出たことない私は世界と言われてもピンとこなかった。そんな時、世界の隅まで笑わせると歌う旅芸人の一座に出会った。ねえ、ジゼル座だっけ。私は 彼女らに加わり、世界の隅々まで探すことにした。そして突き止めた。彼女の求めていた青い炎は最果ての島にあるという。で、これで彼女を喜ばせられる。これからもきっとそばにいられる。ああ、愛しています。ミント様。愛しているはタンジー。あ、タンジーの指揮か。タンジーってあ、女神様って言った子だっけ？え？違う？大丈夫これ。ねえ、甘く温かい彼女の声が頭の中でこまたました。そして手に渡された夜の書と書かれた古い本。彼女に勧められればその場で本を読み進めた。明日を望まぬ者の物語。こんな素晴らしい物語を読んだことがない。顔を上げるとミント様は優しく微笑んだ。素晴らしい本に、ミント様の優しい笑顔。これ以上の幸せなんかない。ねえ、これ以上に幸せな明日なんて絶対にない。そう、明日なんてもう来なくていい。永遠来ない。終わり。お、ちょっといきなり嫌な話聞いたな。ねえ、なんか光ってる？新刊の第、聖火神エルフリックの像だ。文字が刻まれている。我らの意志を継ぐ者たちよ。共に鏡をで照らせ。その心を、炎は共に闇を払う。ねえ、台座に刻まれている。意志を継ぐ者たちよ。鏡を照らせ。え、なんでこれだけ光ってんの？これ、聖火神、テベノスパーティー入れてるから？どういうこと？これ、パーティー変で、ああ、できるか、パーティー変更。ソロで入れたらなんか変わるかな？ちょ、一回入れてみるか。光った、両方とも。え？使えるものはないだろ。鏡のアイテムとか持ってたっけ、俺。輝く鏡。鏡が、聖火の記憶を映し出す。え、これでいいの？起きて。はい、おはようございます。起きて、タンジー。タンジー。タンジーの手記ゲットしたいね。夜よ。起きて、タンジー。もう夜よ。ミントさん。ミント様。女神様ってミントのことやったん、実は。私いつの間に眠っちゃって。いいのよ。とても疲れてる。おいおいおい、なんか怖いな、これ。この展開。私の願いを叶えるために、あんなに旅をしてくれたのだから。ジゼルザだっけ。ミント様。あなたをつなぎ止められるなら、私は何だって。愛に狂っとるやないか。ありがとう。あなたは本当にとてもよくやってくれた。だからご褒美をあげないとね。何ご褒美って。ご褒美？愛してるわ、タンジ。愛してるわ、タンジ。あら、なんか、え？モヤモヤしてる。暗い。ここはどこ？タンジどうしたの？これ、私の体が。ああ、おい、何なんだよこの展開は。消えたけど。明日が来なくなった。知らないもの。ミントさん怖。でもこれでよかったでしょ。明日来なくなったもんな。あなたは明日なんて望んでいなかったのだから。おい、どうすんだよ。さあ、これで全ての成果は消え、
静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。ついに世界は知る。やばいよ。明日が来ない。もう明日来なくなっちゃった。夜だけだけど。だから邪魔はさせない。でもやっつけたけどな。もうあの旅人たちを見つけ出し、火種たりうる鏡を葬る。テミノスたちだよね、旅人たちって。もうでもやっつけたけど、逆襲したわ。今度こそ永遠に。今度こそ何なんだよこいつら。重てぇこれ。第一の成果に火が灯った。やっと1個目夜か。子供たちの話だ。彼女のいた夜とはまさか B でのことか。 B で深夜に起きる脅威や最悪の象徴の神。なんかオープニングのやつかな。だとすれば明日とは。さっきこの街を子供たちと話したんだよ。明日コンサートがあるらしいよ。スターのドルシネアが来て一緒に踊るんだって。うえー、ドルシちゃん来んの。あの子たち夜明けを待ってた。目を輝かしてさ、綺麗な目だった。透き通った宝石みたいに。子供たちは希望しか見てませんからね。うん、だから私あの子たちと約束したの。明日を盗んでくるって。かっけえ。ねえ、ソモネ君はさながらねえ投稿しエベルですね。それ褒めてんの？ええー、もちろん。さて仕事行きましょうか、エベルさん。だが初めてだよ、こんなでかい仕事は。これあれかな、ここ今思ったけど、クロスストーリーの二人の組み合わせなんかな、ここって。ねえ、頑張れよ、ほんと聖火教の人たち。なんということが、一時とはいえ聖火が消えるなんて。あの暗闇はやべえ、震えが止まらねえ。ねえ、みんなビビってんじゃん、ここの人たち。怖えわな、ここ。我々は引き続き、被害状況の確認を行います。結構な被害とかあったんかな、ここ。聖火の喪失なんて、どの文献でも見たことないって。夢中で原稿を書いてたんですけど、何があったんですか。気づいてない人もいます。気づけ！さすがに。昼も夜も帰れねえからな。はい。というわけで、とりあえず1個目の火は灯しました。残ってるのは多分あと3つ炎があるんですけど、あと3つってどこかわかんねえな。サイドストーリーだけ、クロスストーリーであったところなんでしょうか。ちょっといまいちわからないんですけど、ちょっと頑張って次回以降探していきましょうか。はい、では皆様、チャンネル登録しない方、チャンネル登録、そして高評価よろしく。オクトパストラベラー2最終章ね、引き続き、ちょっともう怒涛の展開すぎてわけわかんないですけど、引き続きお楽しみください。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。